巨大な資本を調達して自分たちも同じように戦うんじゃなくて、ユーザーの声を一個一個ちゃんと向き合いながら、どっかで爆発的にそれを伸ばして力にする、うん、そういう戦い方。では今日のテーマはですね、まあ最近パリオリンピックが終わって、でこの収録をしている前日にパラリンピックが開幕というタイミングではありますが、まあいろいろオリンピックの注目ポイントなどはありますけども、今回持ってきたのがですね、シューズ、ランニングシューズですね。まあナイキ、アディダス、アシックスなどの三強と言われるところに、まあその牙城を崩す勢いで、ランニングシューズ業界のアップルと言われている、ブランドがあるということで、オンという、オンってね、検索していろいろ喋るときに、なんかオンだけでいろいろ検索できなくて、オンランニングとか、オンシューズとか、オンブランドとか、はい、ちょっと調べづらかったんですけど、でも意外と情報も出てきたりとかしてですね、はい、面白い会社だなというふうに思いましたので、まあ、多分2エピソードにわたって、で、前半については改めてオンという会社が、なんかどんなふうに伸びてきたのか、一応スイス初の、シューズメーカーではあるんですけども、はい、まあ、いろいろもうグローバルで、はい、すごい話題になってますし、2021年にニューヨーク、証券取引所に上場してということで、かなり勢いのある会社でもありますし、はい。で、後半ではですね、まあ、今回パリオリンピックで話題にもなっていましたが、スプレーオンマラソンシューズということで、何やら新しい、ランニングシューズの作り方を、打ち出しているというところで、テレビ東京の、ニュースなどでも話題になっていたトピックでもあるので、すでにカバーされているかもしれませんが、はい、デジトラらしくですね、ちょっと深く、はい、こういった技術というか、革新あるアプローチが、まあ、この先の、まあ、デジタルとか、プロダクト作りとか、そういったところにどんな、はい、見通しというか影響を与えていくのかな、今後の期待とかについていろいろと議論をしていく、その話をですね、後半考えていきたいと思いますので、まずは前半、このオンという会社、一体どんな会社かなというところについて、クリス君と僕との間でいろいろお話しながら理解を深めていきたいなと思っています。はい、ちょっと冒頭、はい、説明長くなりましたけども、クリス君、改めてこのオンという会社、まあ、今回注目するきっかけはおそらくオリンピックの話だったと思うんですけども、ちょっと簡単にクリス君の方で、まあ、きっかけであったりちょっと面白いなと思ったところの、はい、触り部分少し、紹介いただけますでしょうか。うん、正直僕もランナーじゃないので、はい、ランニングシューズっていう部類は主にその、うん、なんかそこが減ったら買おうかなとか、普通の日々のファッションに使うみたいな感じなんですけど、なんかここ数年間結構いろんなアメリカのお店に普通に置いてあるんですよね、オンのシューズがね、はい、そう、うん、しかもナイキとかああいう大手の靴の横に並んでたりとかして、うんうん、はいはい、ちゃんとセクション持ってるんで、だいたいそこまでのセクション、例えばはい、スポーツ用品店のセクションいただくっていうのは、うん、結構よほど大きいブランドじゃないと取れない相当なんですよね。なので、そうですね、まあ、オリンピック前からちょっとこう気になってはなってたんですよね。うん、はい、うん、あと、スイスにも住んでる友達とかがいて、うん、そこの、はい、その子が会った時は、なんかオンの靴を履いてて、スイスのブランドでいいんだよみたいな話は昔から聞いてて、なるほど。うん、で周りでもちょっとちょこちょこ履く人もいて、気になってたんですよ。なるほど。うん、でもっと気になったのは、その、うん、まあ、ちょっと入ってるなとかそういうレベルじゃなくて、うん、なんか CNBC がなんかなんかちょっとこう創業者のストーリー的な YouTube があって、それを見た時に、はい、なんか面白い会社だなって思ったんですよね、うんうん、でそこからまあちょっと注目し始めて、はい、で初めて僕この1年間以内に初めての一足買ったんですよ、うん、一足目そう、ほいほいほい、そう、うん、だけど1ヶ月もしないうちになんかホームレスに盗まれちゃったんですよ、靴が。すごい思いやる靴があっという間にいなくなってしまったんですね。そう、残念。そうだから、なんだろうな、人気のある靴なんだろうなっていう盗まれるぐらいだから、ちょっと違うかもしれないけど、ホームレスの方がオンだから盗んだのか、どんな靴でもいいから盗んだのか分かんないけども、うん、まあまあそこはいいとして、うんうん、はい、なるほどね。そういうちょっと、そう。で、その創業者の話は、まあ、うん、面白いなっていう話で、うん、はい、うん。そういうところから、ちょっと興味ある会社だなと思ってる中、うん、オリンピックで、なんか、はい、革新的な技術を使ってるところで、デジトラっていう話ですね。はい。うん、ですね。
あのオンについては、まあ、僕あの馴染みが日常レベルでもあるな。なんかね妻が2足あの黒と白で、はいはいはい、同じデザインなんですけど黒と白で日常使いというか、まあ、あの運動シューズにも使えるしあのカジュアルな、シューズでもありながらあのフォーマルな感じの印象もあるから、まあ、普通に職場に履いてってみたいな感じ で確かにねあのどこだっけななんか丸の内線かなんか地下鉄乗ってた時にあの男性で普通にビジネススーツ、うん、ビジネスカジュアルでただ足元なんかオンの、 あの黒いシューズ履いてて、うん、あこういう合わせ方もあるんだって感じで、はい、なんか、うん、あの僕もかつてあの活動してたランニングコミュニティで、うん、結構履いてる人多かったなっていうあの印象でなんか、うん、最近オン来てるよねみたいな会話があのなされてるようなそんなあの記憶もありますし、はい、うんまあ、そんなこんなで今回こういうオリンピックっていう場で、はい、かなりあのすごく話題になりそうな新しい作り方みたいなところ で開けてみたら、うん、なんかオリンピックの今回、うん、女子でマラソン3位に入ったあの選手、うん、ヘレン・オビリス、はい、うん、この選手もあのオン あの靴を履いているしということで、うん、はい、なんかいろいろ見ているとまだまだあのアシックス、ナイキ、アディダスっていうところが三強ではあるものの、次のロサンゼルスオリンピックにおいては分かんないなっていう感じがいよいよするなっていう、そういう印象をね、僕も持ったので、改めてオンっていう会社どんな勢いでここ創業以来来てるのかなっていうところは、うん。ちょっとクリスの話聞いていろいろ僕も興味持ったところですね。はい。そうですね。オンの会社って、うん、スイスってなんか時計だから、はい、知られてるブランドとして、あの、うんうんうん、ね、そういうチョコレートとか、なんかそういうチーズとかね、はい、なんかそういうイメージなので、うん、靴って思ったんですけど、もともとこの創業者って、うん、あのオリビエ・ベルンハルトさんですけども、うん、多分今 CEO とは離れてると思うんですけど、その創業者の彼は、うん、トライアスロンかなんかのアイアンマンとか、うんうん、チャンピオンとかだったんですかな、はい、うん、あ、本当だ、アイアンマンレースでワールドチャンピオンにもなっています。ほう、そうそうそう、だからそれなりに、まあ、うんうんうん、まあ走ることのプロっていうか、はい、うんうん、でその時の、まあ、靴へのこう不満っていうか、うんうん、まあ、いろいろ多分いろいろ経験してきたと思う中で、もともとナイキにもスポンサーされていて、はい、でそこで、まあ、いろんなこうフィードバックとか自分の靴も作りたいとか、うん、 そう、まあ、そういうもののパッションから、はい、あの提案はしたけども、多分自分が最初作ったその最初のコンセプトとかプロトタイプっていうのが、うん、はいはい、あまりにもフランケンシュタインすぎてあの却下されたみたいなそういう話があったりして、うん、そう、はい、だからその情熱と決意っていうところが、うん、やっぱどうしてもランニングシューズにこうなんかこう関わりたいみたいな形で、うん、その一緒のなんかパートナーと一緒にこう立ち上げるんですよね、うんうんうん、で靴を立ち上げて利益を出すまでが結構大変らしいんですよ、うんうん、そうだろうね、うん、だって量産してなんぼだし、そうそうそう、そもそも量産する以前にあのそういう体制とか、うん、あのお金、うん、投資しなきゃいけない金額もものすごいだろうし、うん、一体どういう、ね、関わりでお金もあの、ね、製造できるあの工場の手配とか、うん、業者の手配とか、まあ、ブランディング、うん、マーケティングとかもあるし、いやーなんか、うん、作りたいっていう思いからその実現への道筋全く思いつかないね、うん、そうで、はい、そのまあ立ち上げたの2010年ですけど、うん、なんか最初の3年間は本当に苦戦しまくってっていう状況で、はい、うんうん、でなんか2013年のトレードショーで、うん、なんか賞を取ったんですよね。ほー、うん、なんかこう、はいはい、まあ素材なのかそのシューズのなんかこう、うん、展示会で、うん、でまあちょっとそのコアなファンがつく中で、うんうん、その時にあの、まあ、オリンピック選手にも注目されてるっていうちょっとこう兆しが見えたところで、なるほど、ロジャー・フェデラーさんってあのテニスのレジェンドが、はい、あの、うん、まあ、履いてるっていうのが見られた時に、うん、あそこでもスイス人なんで、はい、まあ、多分スイスの靴をサポートっていうところでなんかちょっとこうバズり始めて、うん、であのオンの売り上げが2014年ぐらいに結構拡大したんですよね、うん、はいはい、うん、はい、だけどおそらくそのフェデラーさんが履いたタイミングっていうのは多分、うん、確か投資してるんですよね、あのフェデラー自身がオンに対してね、そうそうそう、うんうんうん、あのスイスの会社だし気に入ってるし、うん、あのランニングシューズ以外のテニスシューズを作ってくれっていうところで、そういう形でフェデラーさんの要はあの
ナイキでいうマイケル・ジョーダン的 な, そうなあのポジショニングで、はいはいはい、入れたわけですよ。でそのアイコンがあってで、うん、みんながちょっと賛同して、はいはいはい、まあ、ちょっとそこからこう2014年ぐらいに結構売り上げが飛躍したっていう、うんうん、で今、まあ、1、2年前時点では70億ドルぐらいの時価総額の急成長するんですけど、うんうん、この10年間で、はいはいはい、あ、これね、うん、うんうんうん、そう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 、あ、本当だ、うん、急成長してるんですよ。このフェデラーさんが入って、うん、これ入ったっていうのは多分もともと その前から多分オンは入ってたり好きだったりっていう状況ですけども、ということなんだろうね、多分きっとね、うん、共同事業家として加入したのが2019年であって、その以前から関わりを持ってたっていうことなのかな。そういうことですね、うん、はいはいはい、なるほど。あ、お金持ってるから出資したとかそういう感じなんですかね、うんうん、だろうね、うんうん、まあ、だからその創業者のベルンハルトさん、うん、ちょっとあの覚えづらい名前だけど、そうそう彼の思いに対してやっぱ賛同する人が出てきて、うんうん、でその彼の思いっていうのも結局このねアイアンマンレースでワールドチャンピオンになって、それほどまでに実力持ってるにかかわらず、もっとこういう靴があるべきだっていうところに対して、わかんないですよ、もしかしたら、うん、ね、その当時スポンサーしてたあのブランドが耳を貸さなかった、うん、でもあるべきだっていうところ、そこになんかやっぱり説得力があるし、これほどの実績残してる彼が言うんだからこそ、うんうん、あ、そういえばなんか自分も似たような、なんかそういう不満あったな、いや、ぜひそれ欲しいな、うん、それぜひあの自分を応援するから一緒に作ろうよ、一緒ぜひ実現してほしいっていう、多分そういう、ね、思いあたりがね、まあ、ちょっとテニスとランニングとは分野違うかもしれないですけど、近いなんかそういう共感するとこあったんでしょうね、うんうん、多分はい、こうやってでっかい上場企業になる前って、うん、まあ、コミュニティがあって、はい、ランニングコミュニティとか、うんうんうん、はい、でそこから多分ちゃんと成功してないとここまで来れないと思うんですよね、うんうんうん、で僕らみたいにこう、まあ、年はランナーだから多分わかるけど、僕みたいにこう、うん、あんまりこうアクティブランニングしてない人って多分、うん、それが知れるまでのカスタマージャーニー的な要素でいくと、はい、うん、店頭に流れて、あ、これやちゃんとまともなブランドなんだ、試してみようってなるんですけど、うんうん、はいはい、おそらくコミュニティランニングコミュニティとかアスリート系は多分、うんうん、ね、その14年15、6年ぐらいからもうすでに、うん、要は、うん、アンテナ張ってたわけですよね。そうでしょうね、うん、でそういう時って多分販路が限られてると思うんですよ。確かに、あまりこうメジャーな大きなあの、うん、リテールに、ね、うんうん、紹介されないし、はい、うん、で、まあ、見てるとその D2C を結構積極的なアプローチとして当初してていたっていうことなので、なるほど、まあ、自社 EC からなので、うん、そのコミュニティ作りから、うん、でそういうところで直接お客さんのフィードバック得たり、うん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 、インサイトとか招集することができたみたいな話になってるんですよね、はいはい、うんうんうん、でそういう忠実な顧客基盤をちゃんと育成したんですよ。ちゃんとその、うん、なんだろう、うん、あの、グローする間。なるほどね。うん、うん、うん。そう、だからそこでマーケティングのクオリティとかも、まあ、ちゃんとしかるべきことをやるみたいな。はい。で、マーケティングの中でも、ちゃんとインフルエンサーマーケティングっていうのもちょっと取り込んで、うんうんうん、ファンを、まあ、獲得するみたいな。なるほど。うん。なるほど。そう、あ、だからちゃんとその基盤がやっぱ今時のなんかこうブランドっぽい感じだな。だけど、うん、だから飛躍してナイキとナイキまでいかないですけど、まあ一応なんかお店でこう、ね、うんうん、ナイキとかアディダスとかこう横に並ぶようなブランドになったってわけですよね、うんうん、はいはいはい、うん、相当すごいですよね。だいたい D2C のブランドってそこまでいかないじゃないですか。いや、そうだね。今なんかたまたま開いているこの、ファッションスナップっていうあのメディアの記事にも書いてあるんですけど、うん、まず創業当初はプロダクトを磨くってところにすごい重点的に置いていて、マーケティング戦略にあまりあの優先度を持たなかった。でもそれが逆に時代にマッチしてた。で、うん、やったこととしてはもうとにかくそういう、まあ、リテーラーファンの方と1年に500回以上イベントたくさんやって、でそれによっていろいろ交流深めながらやってったと。これは、なんでしょう、やっぱり SNS 時代だなっていうところ、大きな、なんか、うん、権力を持っているとか、大きな資本を持っているっていうところに対して、うん、なんか、どっかから巨大な資本を調達して自分たちも同じように戦うんじゃなくって、草の根活動で、ユーザーの声を
一個一個ちゃんと向き合いながら、どっかで爆発的にそれをぐっと、指数関数的に伸ばして力にするっていう、うん。うん、そういう戦い方。うん。なんかそれは、なんでしょうね。YouTube を味方にして、なんか、選挙で戦うみたいな、うん、話と比較したら、ちょっと怒られちゃうかもしれないけども、やっぱりユーザーの声を味方にして、うん、で、それで前に進んでいくんだっていうところで、そのユーザーの力を味方にするために一番注力すべきは、変にマーケティングで煽るんじゃなくって、そもそもやっぱプロダクトの価値、そこを共有できるムーブメントとかパッションみたいなところ、そこをしっかりと熱量としたマーケティングの飛躍の戦略。うん。だから、一番重要なのは商品そのものなんだっていうところと、で、その商品そのものにこだわるってところが、やっぱりこの創業者の、当初の、うん、うん。こういうものが欲しいんだっていう、こういうものがあるべきなんだ。うん。そこの不満は、きっと、この創業者の、オリビエ・ベルンハルトさんだけじゃない。っていうところに、みんなきっと共感して、その輪が広がったところに、うん。まあ、この2010年から、の、まあ、2021年に上場してるわけですけども、そこまでの飛躍ってところがあるんじゃないかなと。今こうやってなんか記事を見ながら時系列振り返るとですね、僕も、まあ、今そんなにランナーじゃないんですけど、僕自身。ランニングコミュニティで、なんか、毎週のようにみんなで走ってた時期って、だいたい2017、18ぐらいなんですけどね。もうその頃にオンを履いてる、確かに仲間たちいたんですよ。でも今この記事でね、急成長してますとかで、この記事自体が2019年なんですけど、うん、この記事ができる前だし、2021年に上場しているので、2021年9月ですね、にニューヨーク証券取引所上場。はい。これよりも、はるかに前に、そういうランニングコミュニティでは、ちゃんとファンを、うん、作れていたんだなっていうところ。うん。なんかそれを、なんかあの当時は、あ、なんか最近、オンいけてるよねとかって話してる人いるな、みたいな。うん、なんかそういう感じで特に何もピン止めしなかったんですけど、振り返れば、うん、ああ確かに、うん、コミュニティ内でああやって話題になってたなっていう風に実体験としても、うんうん、ちょっと客観的に振り返って、うん、ああ面白い取り組みというか、うん、今の時代っぽいブランドの立ち上がりなんだなっていう感じは、うん、改めて感じますね。なるほど。はい、気になるところですね。ここの、うん、今はもうね、コマーシャルとかいろんな意味でデジタルマーケティングもっと幅広くやってるんですけど、うんうん、まあ、ちょっとここの、ま、創業当初のマーケティングとか、うん、はい、販路の作り方ってすごく参考になるかなと思ってるんで、同じく EC、D2C サイトを立ち上げる方は多分参考にするのはいいと思います。うん、そうですね。うん。はい。うん、という感じでね、ちょっと、少しいい時間にもなってきましたので、まあ、前半、はちょっとオンという会社についてのちょっと理解を深めるような、そんな会話させてもらいましたが、後半のエピソードにおいてはこのオンが、まあ具体的にまたね、どんなマーケティング戦略考えてるのかなとか、はい、あとはまあもうちょっとね、具体的にこのスプレー式の新しいこのスニーカーの作り方、うん、このあたりがどう業界的にまあインパクトを与えるのかっていうのが、別にランニングに限った話じゃないので、はい、なんかそのあたりいろんなちょっと議論をしながら、今後のいろんな期待に、はい、向けた話を、僕とグリスでまた議論していきたいなというふうに思っております。はい、ということで、はい、前半ありがとうございました。ありがとうございます。